これだけは負けない愛の力で、クリコマコマルの尿は飲める。尿飲む。尿。訳が分かっちゃうよ。これはギリギリ理解できたね。なんだか僕ネットで調べたことがあるんだけれど、放尿された瞬間に酸素に触れるからおしっこってアンモニア臭を放つらしいんだ。だから直に直接口をつけて吸い尽くせば味はしないらしいんだ。しかも匂いもしないと聞いたことがあるし、雑菌もそんなにないと聞いた。だからこれは割と理解できるんじゃないかな。ちなみに僕は、マキマさんに想像したよ。マキマさんの、おしっこの直飲みを想像したんだ。そうしたら、割といけるかなって思った。スエゼン食わぬは、男の恥って言うじゃないか。マキマさんが、こちらに、体を向けて、おしっこを飲んでほしいというのならば、それを飲むのが、僕さん。みんな、また一つ賢くなってしまったね。どうだい？有益な情報を、提示できただろう？僕と契約する気がどんどん湧いてきたと思うんだ。ちなみに、ここにいる何パーセントの人が好きな人のおしっこなら飲めるかい？飲める人は、カタカナののっていう風に打ってほしいんだ。さあ、狙うんだ！さあ、押すんだ！結構意見分かれてる。あ、結構飲めない人多い。増えてきた。あれ？ノーコメント、割と2リットルなら、半々か。君たちは愛が足りないんじゃないのかい？もし好きな人が、それでおしっこを飲まなくて泣いてしまったらどうするんだい？泣かせるのかい？女の子を。愛の問題。いや、好きだったら、飲んでよ。好きだったらさ。いや、ねえ、だって飲ませる方も割と勇気いるじゃん。で、飲まないって言われたらさ、すごい傷つく。おしっこするたびにその人トラウマだよ、多分。おしっこ行くたびに思い出すよ。あの時飲んでもらえなかったな、やっちゃったな、みたいな。一生引きずるよ、それ多分。いいの？そんな一生の傷を残して。いいのかい、君たちは。彼女のおしっこを飲むのが日常です。うわ、きっしょい。あ、ごめん。これだけおしっこを飲むことに対して、愛が足りないとか言っといて、ごめんね、口が滑っちゃって。早く僕のおしっこを飲むんだ。ほら、飲め！早く飲めよ。